群馬の由美子です。こんにちは。ちょっとね、町に来たんで、前橋のなんかヤタガラスの神さんがいたような気がしたんでね、ちょっとうろうろ探してるんですけど、そしたらなんかどんりゅう中店、なんかこんなどんりゅう横丁っていうのこれ見つけちゃって、私こんな知らなかった。前橋にこんなとこある、まあ、こういうね夜のお店が並んでるとこなんてちょっと私縁がありませんでね、来たことないんで。わあ、何これ、だって防犯カメラ作動中ないんだよね。あ、大蓮寺月決め駐車場、大蓮寺っていうのがあるんですね。だってさ、こういうのってさ、東京とかにあるあれじゃない？あ、どんりゅう横丁リニューアルプロジェクト2020年から2021年。2020年の看板にしては錆びてて加工してるんですかね。どんりゅう中店からどんりゅう横丁へ、どんりゅう中店でいいんかね。1947年、戦後間もなく復興のシンボルとして建てられ、最初は様々な商品を扱うマーケットでした。その後1981年に大火事に見舞われ、マーケットは消失しましたが、後に再建。その通称ドンリューマーケットと呼ばれ、通称ドンリューマーケットと呼ばれ、飲食店を中心に賑わいを見せていました。そして現在に至るまで当時の面影を残したアーケードの姿が受け継がれてきました。しかし年月が経つにつれ、建物の老朽化や出店者の撤退、長期間の空き店舗の問題など様々な課題も出てきました。このような背景もあり、再び活気を取り戻すべく2020年にリニューアルプロジェクトを開始、どんりゅう中店からどんりゅう横丁へと改名。どんりゅう横丁の魅力であるレトロな空間を生かしつつ、活気のあふれる明るい場所にし、どの世代からも楽しめる横丁を目指していきます。リニューアル前の横丁、な感じです。これが2020年10月。そしてリニューアル後は、以前の出入り口看板は支柱の老朽化が進み、店名看板部分が腐食し落下の危険性がありました。レトロな雰囲気を残したまま修復し、大蓮寺地の設置、まあなんかね、あらすごい、屋根を透明にし、たくさんの提灯を飾ることにより昼でも夜でも明るく、まあいいんですね。どんりゅう、あ、龍ですよ、中村幸三さん、龍神様ですよ。クラフトビール、どんりゅうビールのラベルのキャラにはなっていますって。そう、弁天通りの横にこうくっついてる感じですよね。弁天通りっていうのがまたね、すごい、これいいのかな、ポストがちょっと撮影していいのかな。学校法人群馬総合カレッジどんりゅう横丁前、国際産業技術専門学校、どういうこと、バスが来るの、違うよね、宣伝だよねこれね、バスは来ないよね、こんなところに。いいかな、ちょっと撮らせて、失礼します。ちょっとこの感じとビデオ撮ってもいいですか、お邪魔します。はい、どんりゅうビール、うわー飲んでみたいね。ユニック歌合戦、これさ、これわざとこういうなんか錆びた感じに看板とかしてるんだろうね。この人誰
おじさんなの？おじさんっぽいよね。おばさんじゃないよね。おかまちゃんが、あ、おかまちゃんのお店？もしかして面白い。隅っこだって、隅っこ暮らしみたいな。ドアン流ビール飲んでみたいね。この人さ、誰？英語自在、子供英語すごい。何、英語も教えてるの？わあ、キエフバレエガラ2020、綺麗ね。もうこのバレリーナはね、つま先とか真っ黒なんですよね、かわいそうに。やっぱり芸人さんは大変です。何これ、樺沢塗装さんっていうかね、かわいいだるま、そうそう、群馬だるまがね有名で、なんだドンリュービール飲んでみたいな。誰この人、久我子、何、久我原食坊、日本一の定番中華、一皿300m、 300m か、すごいな。すごい、やだ、一回行きたいな。カネボン渦巻き、ヤギカフェだってな。やだ、いいな、ちょっと入りたいけど、私一人じゃねえ、なんかね、ちょっとどうしようかな。群馬ブリスフルガーデン群馬、東工業、栗原秀明さん、止まるホンダ、負けるもんか、ホンダ S600、 やりたいことをやれ、草むしり .com、 あ、そう、草も知ってくれる会社があるんですよね。もうね、これから草が大変、草限りラッキー、居酒屋ラッキー。あ、どうしよう、入りたいけど、なんで、私はどうしてこう育児がないんでしょうか。ちょっと入ってお茶でも飲んでお話聞くとかね、いや、そういうのができないね。だからこれ、あ、ほら、龍神様が、はい、かわいい。私この間あの龍神雲を見たんですよ。でそんなんさ、龍神雲とかってそんねえ。でもなんか車乗ってたらあの龍の頭みたいな、で体はひょろひょろってとついてるだけなんで、もう頭がこうわーっとこう大きくクローズアップされた感じの竜で、で信号で止まった時に隣の人に聞いたんですよ。あれ竜神じゃないって、竜神っぽくないって言ったら、ああそうだねなんつって、だから私以外の人が見ても竜神に見えたってことは本物かなって思います。私こういうのあんまり 見るタイプじゃなくて、スピリチュアル系って言ってるけど何も見えないタイプなんですよね。あのスピリチュアルも読んでるだけで、実践もしてますけどね。ここが大蓮寺ですね、浄土宗大蓮寺って書いてあるな。あれ、八田ガラスの神社どこ、もっと向こうだっけな。ここはね、こんにちは、お地蔵さん、ここはね位置が立った時に来たことありますね。まあいいかな、ちょっと八田ガラス探してきます。あ、このね弁天通り、これシャッター街だと思うでしょう。ところが今日は水曜日でお休みです。水曜日が休みなんで、お前橋の街はね。だから、あ、魚屋さんがやってるんで、中島商店、うわーどうしよう、あー、なんか買っていきたい気もするけど暑いからやめとこう。ちょっとありました、八田ガラスの神さんの熊野神社、そうだ、熊野神社だ、熊野神社ね、ほら三本足、八田ガラス、11月一の鳥、なんかね11月にはお祭りが大きいのがあるらしいです。あ、自動販売機、おみくじの自動販売機です。ちょっとまず
これを読んで、熊野神社、熊野神社は天照大御神の弟スサノオを、スサノオの神をお祭りし、対岸成就の神として古くから信仰されてきました。出雲の国八塚熊野より分社されたと伝えられていますが、その歴史は定かではありません。この地域一帯は熊野の森と言われ、うっそうとした木立に包まれ、うっそうとした木立に包まれた神域、神の域でありました。江戸時代以降は町の発展とともに現在のような鎮守としての神社になったと考えられます。熊野神社に願をかけると必ず成就すると熱い信仰を集め、熊野、御熊野様と唱えて崇拝しました。これが子供たちには億万様と聞こえたのでしょう。以後当時や当熊野神社は億万様と称せられ、親しみ愛されています。今日も億万様は世の中の平和と人々の幸せを願いつつ鎮座しています。三つ足八田ガラス石、三つ足八田ガラス石は熊野神社境内の東側にあります。東側、熊野神社の、神使神のお使いである八田ガラスは開運をもたらす三本足の、カラスで、平成4年の台風により奥の院が崩壊し、氏子の総意によりいち早く修復をした、石器礎石を折る基礎の礎石の中に3つの足跡のある石を発見、開運の証としてお祭りいたしました。3つの足跡のある石を発見、いつ平成4年に、笠掛三猿塔、三猿か、笠掛三猿塔は熊野神社社殿右側にあります。江戸時代に奉納されたと推測されます。奉納時には笠をかぶっていましたが、先の戦争、太平洋戦争で空襲に遭い、幕府により上部を失いました。戦火を避け神社境内に集まった人々を身をもって守ったと伝えられています。なるほど、ちょっと失礼します。神灯籠につき触れないでください。億万灯籠、おー古そうですねこれね。じゃあお邪魔します。希望の昇魂、なんだろう、この木は何でしょうね、椿かな。あ、狛犬が、こんにちは、お邪魔します。あー、うんだね、この玉に何か絵が描いてないですね。あのカゴメの模様とか描いてないんで。あ、締め縄で締めてありますね。これは神様を封印してるって本当でしょうかね。私もそういうのちょろっと聞きかじったぐらいで詳しくは知らないんでね。何で読んだんだとか見えないね、ごめんなさい。自分だけ見えてるよね、このカメラ難しい。鎮守熊野神社、開運八田ガラス御影鎮座。じゃあお邪魔します。熊野神社八田ガラス御影石参拝方法ご案内。本殿参拝の後、回廊左側にお参りください。社殿、西壁面、西壁面、御影石の運、八田ガラスの順に触れ、ご自身に運気を取り入れてください。開運の方位、西の方角にお顔を向けた八田ガラスは吉兆の証であります。宮司さん、本殿を参りして左側に回って御影石、そして八田ガラスの順番で、西の方角が開運の方位。わかりました。このまま
最近御朱印が流行ってますよね。あ、じゃあまず手を洗って、ちょっとじゃあお参りするんで消します。お参りしました。で、吉兆へ導く八咫烏の眼差し、熊野神社拝殿、後輩向かい輩に彫られた翼を広げた八咫烏は吉兆の方位西を向いています。その眼差しは参拝者を見つめています。正面で目に注目し、西左側へゆっくり移動してください。八咫烏は参拝者を目で追います。運を開く八咫烏御影石、御影石はその名の通り魂の宿る石です。八咫烏御影石は神社の西扉として、当神社の拝殿西壁面にはめ込まれています。古来より開運の扉として崇められています。運八咫烏の順に触れ、ご自身に運気を取り入れてください。わかりました。ちょっと行ってきます。あ、ちょっと行ってみようか。このね、こっち側回るんですか。ちょっとこんな今ね、お参りよいしょ、お参りしましたからね。あ、この上上がっていいんだ。これは嬉しい。このとこ上がっていいと思わなかった。このね、じゃあちょっと失礼いたします。ちょっとやらしてもらおう。まずこの運に触って、ああ気持ちがいい。なんか御影石って素晴らしい。そして八咫烏に触ると、うわあ、ごめんなさい、見えてない。みんなね、見たいよね、八咫烏さん。それでこれでありがとうございます、運がもらえたね。でパワースポット、八咫烏御影石、御影石はその名の通り魂の宿る石とされています。八咫烏神社は鳥か西じゃなくて鳥扉、西の方角は吉兆の方位として、当神社西壁にはめ込まれています。どこ、西の壁ってどこ。一枚岩で神社の壁面にこれほどの御影石が使われる例はなく、古来より開運の扉として崇められています。運は幸不幸、世の中の動きなどを支配する人知人力の及ばない成り行きであり、八咫烏は幸運を導く太陽の中にいるとされる神の使者です。運、八咫烏の順に触れ、ご自身に運気を取り入れてください。あ、今のが今触ったやつが八咫烏御影石なの。あ、そうなんだ。そしたらじゃあこの、カラスさんの目をじーっと見てこのカラスの見てる方を見ると、あっちですね、あっちが西の方か。ありがとうございます。実はこのお社の前で前に書いてある話を読んで、すごく大事なことが書いてあってね、それ撮ったはずなのにビデオが撮れてなくてですね、今思い出して説明します。写真は撮ったかな、写真が撮ってあったら上にかぶせますけど、だからみんなで自分で読んでください。この中にスサノオのなんかが入ってる、剣と勾玉と鏡だっけ、その三種の神器が収められてるみたいなことが書いてあって、三種の神器は群馬にあるのっていう話でね、その、三種の神器は剣は特になんか見ると目がつぶれちゃうっていうんで、今の宮司も誰も見たことがないっていう曰くつきです。じゃあ写真の字を読んでください。お願いします。熊野子守園、狼の運を背後に感じながら自分を見つめる瞑想の演台です。こんなのが作ってもらってて、せっかくだからちょっと瞑想していきます。令和の末、2019年、
元年5月1日に植わった若い松が、あーいいですね。マドマーゼル愛先生の動画を見てる宮司さんなんでしょうか。あ、これが何？笠掛三猿、これですね。こんにちは。あ、本当だ。ちょっと失礼します。見ざる、聞かざる、言わざるでおなじみの三猿は、物事を軽率に捉えず、大事なことは心にしまう謙虚な気持ちで日々過ごしましょうという戒めを三猿の3匹の猿に託したものと言われています。この三猿塔は地域の人々の融和を図るため熊野神社に奉納されたもので、後部に記された奉納社名は風化により読み取ることができず定かではない。江戸時代に寄進されたものと思われ、太平洋戦争末期の昭和20年8月5日アメリカ軍 B-29 爆撃機による前橋大空襲により塔の上部を欠損するも、戦火を逃れて熊野神社に集まった人々を身をもって守った塔として御神開運の御利益ありと信仰されています。平和を祈りつつお参りください。ちょっとお参りしました。あのね、三猿ってね、私副島貴彦先生のなんか家康とかの本を読んだ時にすごい怖かったんですけど、あれは、家康はなんかすり替わってて、なんだっつったっけな、群馬のね、世良田なんとかっていう人、ヤクザみたいな人がすり替わった、家康なんだそうです。そうなんだって。だから偽物だって、あれも。それでそのことを、家康のことをさ、本物の家康を知ってる人は世良田なんとかを見れば違う人だってわかるじゃない。それを見ざる言わざる聞かざる言わないんだよと言ったら、うんずぞってね、ちゃぞって、そういう脅しの文句ですよね。それをさ、なんて言ったっけ、日光東照宮とかさ、そういうところにも掘ってあるじゃない。いつも忘れないでね、見ざる言わざる聞かざるだよって、そういう恐ろしいでしょう。はい、でその世良田なんとかっていうのはね、群馬の人なんだよね。群馬のなんか関東平野の向こうの方の、三つ橋八田烏石は平成8年の台風により倒壊した本殿の、礎石として発見されました。礎石になっちゃってた。あ、わざとかね、この石に、手帳、長図社の水をかけると3つのカラスの足音が現れます。これは八田ガラスが導いた吉兆の証として境内にお祭りしました。ちょっと失礼。お参りしたら、これ手水って長図じゃない、長図って、お長図ってあれのことだよね、トイレのことだよね、すいません。手水っていうかね、それを今組んできて、だからあれに、八田ガラス石にちょっと質をかけると、じゃじゃじゃーん、あー浮かんでくる、ほんとだ、ほう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 、ほんとですね。あ、もう蚊がいて、うわ、かゆいよ。あ、ほんとだ。